こんにちは、そうです。おはようございます、こんばんは。皆さん元気ですか？今日は6月30日金曜日、もうあっという間にね、6月最後の日になりました。そうだよ。ということで今日はね、アータンモンに来てます。お昼ご飯のためにここのルースター&グリルっていう店のね、フライドチキンがめちゃめちゃ俺好きで、ベッドのシーツとか洗いにいつもこの辺のランドリーに来るんですけど、その時についでにね、待ち時間で食べたらめちゃめちゃうまくて、シドニーで食べたチキンで一番俺は好きな味だったんで、今日のお昼ご飯はそこでこれ食べていきます。金曜日お昼時なんで結構お客さんいるね。結構混んでる。だこれ、そう、これがマジでうまい、うん、これも結構美味しそうだね。いろんな種類ある。このサーモンのやつとか、安定の丸鶏来てんじゃん。マジで払える。コーラで、うん、4 pieces roasted chicken。 Yes。 さあ買ったぜ。あ、コークがないよ。これがセットかな。うわ、めちゃめちゃ入ってる。うわー、やばい。チキンか。これがチキンか。で、これラザニア。さあ食べよう。イエーイ。やばい、うまそうすぎる。チキンがさ、なんつうの、あのドラムスティックの部分しかなかったね。あ、そうなんだ。めっちゃ好きな部分。うん。うん、とりあえずうまっ、うまっ、めちゃくちゃうまいじゃん、この、うん、クリーミーだね。これです、これです、これずっと言ってる。このチキンがマジで最高。うまっ、超うまい、これマジで。めちゃめちゃ混んでるもんね。衣が超ザクザクでスパイシーで、すごくうまいです。マジうまい、うん、最高。これ本当にうまいんだけど。これ本当うまい。3本目さっきね、ウーバーの、うん、3本目さっきウーバーのドライバーがいて、ここウーバー対応してるの分かったんで、多分オレンジからも注文できるはず。うん、と思うんだけど。そんな遠くないしね。次はウーバーかな。さすが金曜の夜だから混んでるね。夜ご飯食べに来ました。今日はね、夜ご飯何作ろうか思いつかなかったのと、ちょっとね、作るのめんどくさくなっちゃって。まあいつも俺ら自炊してるからね。たまにはっていうことで。チャッツのマーケットに来ました。お、なんなのコリアンパンケーキ、チヂミ？違うて、あ、普通に甘いやつ。チヂミもパンケーキって言うからさ、うん、
何食べようね。たこ焼き食べたい。たこ焼きですか。たこ焼き。俺らが住んでるこのチャツートっていう町は毎週木曜日と金曜日はこんな感じでねマーケットがやってます。いろんなお店がね出店を出してまあ基本食べ物かなここは。そうだね。うん、この間出したグリーブマーケットとかそういうのとはまた違って本当木曜金曜だけまあ食べ物の屋台メインでマーケットが出てるっていう感じでですね、まあ今日みたいな感じでわざわざ夜ご飯食べてくることはあんまないんだけど仕事終わりとかまあなっちゃんもなんか用事あってこっち来てたまたまマーケットやってたりとかしたらよくね買ってますね。いつも買うのはたこ焼きかな。いつも買うのたこ焼き。うん、ここです、コロタコ。いつもねここで食べます。カニとかエビもあるんだけど、いつも普通のやつだけ。そう、その辺は食べたことない。そうだね、10個入りか、うん、4? 10でいいんじゃない。うん、シドニーでね本当に普通に美味しいたこ焼きが食べれるんでマジでありがたいよね。まあ、なかなかたこ焼き屋はないからね。ちなみにね隣にはチキンカツカレーの店があります。安いね。チキンカツカレー食えんだよ、やばいね。いいな。でも今日なんか店員さんいる。本当だ。いた？今やってる。あ、いたいた。牛だっけ？ラムじゃない？ラム。そうそうそう。あれ食べよ。あれめちゃくちゃうまかった。ちょっとメキシカンな感じだよね確か。でも他のやつも食べてみたら食べたのないよ。よく見ると食べたのないよ。でも甘いのとかもあるよ。あ、なんかねあっちの方にあれあった気がする。餃子。確かあの端ら辺に餃子があった気がする。まあ、いろいろちょっと見てみますか。え、あ？ダンプリン。あ、それそれ、そこそこ。いいじゃん。やっぱさ、木金になるとこのチャツのマーケット結構混んでるよね。フィッシュケーキ。フィッシュケーキって何？かまぼこ？あ、つくね？え、ちょっとすごい並ぶ。確かにめっちゃ並んでんじゃん。おお。あ、うまそうだね。流行ってたやつ日本で。流行ってた。食べててこね。なんたらドッグ。チーズドッグ。チーズドッグ。チーズドッグ的なやつかな。来た。最高。イエーイ。イエーイ。やったー。出ましょう。せーの。おいしそう。最高ですね。やったこれを食べれるのはでかいよな。完全に日本の味だもんね。店員さんも全員日本人だし。そうだね、本当に完全に。うん、完全に、うん、やったどうぞ食べてください。熱そうだな。たぶん食べた。うん、うま。日本の味だね。マジでうまい。うん、美味しかった。次のお店に向かいます。次のお店に来ました。次はやっぱりさっきねちょっと
目つけてた。クランキーソーセージなんちゃらかな。Thank you. どれにする？ソース。ね。とりあえずソース、ソース、ソース。何のソース？あ、これなんだっけ？ケチャ？ケチャ。とりあえずケチャ。それでマスター。マスター。ちょっといっぱいかけつってるね。まあいいや。オッケー。はい。バイバーイ。ああこぼさないでね。どうすか？お？微妙？え？あれ？え、そんなに？うん。なんかこれ。辛いの苦手だもん。辛い。あ、あらら。そんなに？めっちゃ辛いけどなんか。俺が思ってたソーセージじゃない。でもうまい、すごい。うわ、すっげえカレーこれ。うまいよね。うまいけど、あの思ってたソーセージじゃない。あ、全然辛くないな。日本風のパリパリソーセージかと思った。美味しい。まあうまいね。え、辛くないの？全然辛くないんだけど。ガチで？全然辛くない。俺だって未だに口の中辛いよ。え？やっぱりね、そこまでお腹空いてないんでおむそばやめました。で、ここのラム肉、バーベキューラム食べましょう。Can I get that barbecue ラム？いきます。うん、いいんちゃうの。バーベキューラム。なんか49番ってやだね。だ確かに。じゃじゃーん。これが最高なんですよ、マジで。ちょっと細だね。まあね。うまいよね。うまい。うん、これマジでうまい。うん、ほんとね、帰国が近づくにつれて、前も言ったけど日本での楽しみがめちゃくちゃ増えてきて、浮かんできて、ほんとに帰るのも楽しみで、もちろん寂しさはあるけど、それ以上に日本でどんなことしたいなとかっていうのが多いんでね、めちゃくちゃね、帰国が楽しみです。会いたい人もいっぱいいるし、もちろん日本帰ってからも Vlog は続いていくし、まあ特にこうテイストは変わらないんだけど、どん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 新しいことをしようと思ってて、日本でだからなんかこう、まあいつも通りではあるけど、見てくれてる人が少しでもこうワクワクするような人生にしたいなと思ってます、帰ってからは。特にね、マジで楽しみが多いんだよな。いやいいな、なんかどこに行っても楽しいわ、本当に。どこに行っても楽しいのはいいですね。そうですね。なんか気づいた、こっちに来て本当どこにいても楽しいなって、自分の人生楽しくできるなっていう、そういう自信がやっぱりあるし、実際楽しいし、うん、そうね、この残り1ヶ月なんかそういう気持ちを持ってれば、もっとシドニー楽しめるんじゃないかなっていうのも思います、本当に。よし、じゃあ食べて帰ろう。いい日でした。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。いいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。Twitter、Instagram ガンガンやってますんで、そっちのね、フォローとかリプライもお願いします。カメラが重すぎてさ、ずっと喋ってると持ち帰ってるでしょ。カメラが重すぎるんだよ、それが原因です。よし、ということで次の動画でお会いしましょう。皆さんも素敵な楽しい人生を送ってください。じゃあねー。